2021年8月19日、リバーズエコー川社長は、この動画は、やさぐれ氏からの謝罪後に消します、という動画を投稿されました。やさぐれメタル様は、小川社長が送ったハードディスクについて、金が入っていない基板、というような主張をしておられました。しかし小川社長は、同じ基板の分析表を見せた上で、金が含まれている証拠はある、と反論しています。やさぐれの一方的な主張のせいで、リバーズエコの基板が、ゴミ扱いされているが、事実と異なるというのが、小川社長の主張です。誤った情報を流して、企業の評判を貶めることは、偽計業務妨害に当たる可能性があります。やさぐれは、自分のチャンネルのコメント欄で、こんな発言もされています。小川社長の主張では、基板が返ってきたのは、関係解消の時の1回のみで、その他は無料流用含めて、一切返ってきていない、ということです。やさぐれ側の主張は、コロコロ変わっているので、今現在やさぐれが、一体どういう風に認識しているのか、私も正直よくわかりません。中には時価で数十万円の基板もあり、動画に出てきていない基板もあります。動画で出てきていない基板はどうしたのか、ハードオフに売った可能性がある、と小川社長は疑っています。そして加害者のやさぐれは、裁判や警察沙汰を、ほのめかすような発言もします。これを受けて小川社長は、本気で裁判することを検討し始めました。最初は小川社長も裁判するつもりはなく、穏便に済ませるつもりでした。しかし加害者やさぐれの方から、裁判をほのめかしてくるという。さすがにこれは全力でやるしかありませんね。やさぐれが以前、2ヶ月以上も音信不通になったのは銀端子メモリを送った直後のことでした。おまけで善意で入れた、銀端子メモリが、よほど気に食わなかったのでしょうか。この後音信不通になっています。音信不通になったせいで、会社に迷惑がかかっています。またやさぐれの動画を真に受けた人による、業務妨害や嫌がらせなどの、実害も出ていました。小川社長はここまで被害を受けながらも、やさぐれさんが謝罪したら、すべて許す、と発言。とにかくやさぐれ本人から、いじめを受けています、というその主張を撤回させないと、業務妨害は止まりません。そしてついに、やさぐれは、謝罪動画を投稿しました。しかし、わずか3時間で、謝罪動画を消しています。削除した理由は、投稿後から3時間の間に、登録者が300人ほど減ったからです。まあそりゃ減りますよね。自分が悪いのに、一方的にいじめられています。などとそう主張して、後になってから、いじめられているのは嘘です。本当は自分が悪いです。なんて主張したら、普通はドン引きして失望します。登録解除した300人も、やさぐれに失望したのでしょう。この状況、リバーズエコからしたら、とんでもないことですよね。謝罪動画を見た人は、全体のごく一部です。つまり大半のやさぐれ視聴者は、リバーズエコが悪者で、やさぐれが被害者、という誤解をしたままの状況です。謝罪動画が削除されているので、やさぐれの嘘を、真実だと信じ込んだままの人が、大勢いました。リバーズエコは、そんな人たちから、様々な業務妨害や誹謗中傷を受けることになります。そして小川社長が、謝罪動画の再投稿を要求したところ、やさぐれは逆切れモードになりました。高評価が多いとおすすめに表示されやすくなるらしいので、高評価を押していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。